さんこんこにちは今日もねこの「弁明学」シリーズっていうことで信仰の、えー、確証をみんなで得ていきましょう、えー、聖書は確かにいろんな他の観点から見ても真理なんだって正しい事実が書いてあるっていうことをまた今日のこのエピソードでも話していきたいと思います今日はまず最初に考古学っていうのがこの聖書を見ていく中でどういう役割を果たしていくかっていう話をしてから、えー、ルカ みんなも知ってますよね福音書の一つである「ルカの福音書」を書いたそして「使徒行伝」っていうね本も書いたまあ全部で言うとほんと新約聖書の4分の1を書いたすごい重要になってくる人なんですけどこの「ルカ」についてねみんなに分かち合っていきますほんとみんなも励まされると思うので是非最後まで見てくださいまず、えー、考古学っていうのがこの 歴史的な文献とか歴史書とかにおいてどういう役割を果たすかっていうのをこの前もみんなに紹介したこのナザレのイエスは神の子かっていう本から紹介してきたと思いますね。考古学っていうのはこういう見つかってくる文学、歴史書とかの中においてその歴史的正確さとか地理的正確さっていうのは証明できるわけ。考古学っていうのは。 この本にこの町があってこの大きさはこんな感じだったとか、この年にこの王様が死んでこうなったとかっていう地理的、そして歴史的なことに関しては証明できる。考古学っていうのはね、掘ってそれを調べてってやると。だけど、考古学が証明できないのはその宗教的真実さ。例えば、これこれこうあったからこうなんだ、そしてこれが神なんだっていう、その メッセージ、その中身を証明することはできないわけ。それは別物じゃん、考古学は。だから考古学は何をしてくれるかっていうと、その歴史書とか、まあ俺らで言うと聖書とかの、この歴史的において、そして地理学的においてのこの事実さを、正確さを証明してくれることによって、その全体の、なんていうかな、信憑性がめっちゃ上がるわけ。それによって。だから、 その、考古学は、もう裏付け作業みたいなものなんだって書いてあるんだよね、この本に。一つ一つ調べていく過程の中で、どれだけその本が、そしてその書物が、信頼できるものかっていうのが、どんどん分かってくるわけ。もうどんどん、嘘ばっか散らかしてたら、もう信頼できるわけないじゃん。嘘しか書いてない本の中で、この人が唯一の救いだとかって言っても、全然信用できないじゃん。全然地理的にも、パンパカピンだし。 だから、信憑性を増していくっていう役割がすごいあるんですよ、この考古学にはね。そして、クリスチャンでもそうでもない人も気になることは、新約聖書において、この考古学はどうなのかって、その新約聖書の正確さはどうなのかっていうことを考えていくんですよ。これはもう結論から言ってしまうと、もう考古学を通して新約聖書を見ると、もう正確さが半端ないです、マジで。 もう半端なさすぎてまずは聖書じゃないものから見ていくんだけど例えばこの前の動画でも紹介した1世紀のユダヤ人の歴史家のヨセフスってみ覚えてますか彼の歴史においても地理的にもおいてもこの正確さっていうのはもう世界で知られてるわけよだけど唯一あれってなってたことがまあいくつかあってその中の一つが。 地中海沿岸都市にカイサリアっていう場所が今のイスラエルにあるんですね俺も行ったけどそこがヨセフスはこう書いたんですよそのカイサリアの町の大きさはアテネの主要の港町のピレウスと同じくらいの大きさって書いてたのこのカイサリアだけどこれは何世紀も信用されてなかったのなぜかというとカイサリアってそんなその遺跡とか大きくないわけだからうわーこれヨセフス間違えてるやんってなってたわけずっと だけど、なんと水中発掘、水中の中に潜って街を調べてみると、その下、水の下にどんどん広がってたことが分かったんですね。だからこの考古学的発見によって、このヨセフスの記述が正しいって分かったの。調べてみたら、このさっき言ったアテネのね、ピレースって街と本当同じぐらいのサイズだってことが分かったわけ。だからこれが考古学のなすこと、その書いてあることの事実さ、正確さを確かめてくれるわけさ。 今日特に見ていいきたののはこの歴史家、ルカですね、まあ。ルカは医者とかでもあってあの本当に歴史家でもある本当にいろんな情報とか証言を集めて、えー、イエス様の弟子となった唯一の異邦人の,あの新約聖書の書いた人なんだけど彼はパウロにもついていたりしていろいろ伝道の旅とかをしてたのね彼はまずルカの福音書の冒頭にこんなことを書いてるんですこれすごい大きいなと思いました 読みますよ。私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で見言葉に使えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますからあなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿 それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいとご存じます。って書いてんの。だからこの、これは単なるおとぎ話パンパラピンじゃなくて、本当にいろんな人から調べた証言をもとに綿密に調べて、これを順序に書き上げたものだよって言って、ここに書いてあったテオピロっていう人に書いてるんですよね。でもこれが、ルカはもう歴史とかこの事実にすごい重点を置いてるっていうことが分かるさ、この。 冒頭によってね、もうこれを読んでもわかる通り、彼のこの言葉遣いとか、表現とかを見ても、彼がどれだけこの賢い人だったかっていうのがすごいわかるわけ。でたらめをピラピラ書くような人ではないっていうのは、もうこの表現力とか、えー、すごい、まあもともとギリシャ語で書かれてるんだけど、すごい古典的なギリシャ語で書いてあったりもしてるから、もうわかるわけ、彼のこの博学さを。 すごい賢い人だっていう誠実な人だっていうのがもう文面から見ても分かるわけですよでいくつかあの長い間ずっと信用されてなかったこれは正しくないんじゃないかって言われてた箇所記述があるんですねそれをいくつか紹介していきますでまず最初にルカの福音書3章1節にこの紀元27年頃ルサニアが アビレネの国王だったって書いてあるんですよね、えー、書いてありますねここですねだけどこれは長い間間違えてされてたんですよだけど少し前にこのティベリニュス帝の時代このね時代の碑文このいろいろ書き記されてる石みたいなのが発掘されたんですよで、そしたらそこにはっきり ダマスコの金庫アビレネの国王がルサニアであったっていう記述が書いてあったわけです、この碑文に。で、それは、ここでルカが書いてることと全く一致したわけ。で、なんで勘違いされてたかっていうと、このルサニアっていう人物は他にもいて、それと勘違いしてたんじゃないかって言われてたの。で、よくルカはアタックされてたんですよ。え、間違えてる。これを間違えてるのは歴史家としてはおかしいみたいな。じゃあ他も嘘だ、みたいな。けど、この碑文が発掘されたことによって、 ルカはここにおいても正しいことが言っているっていうことが分かりました次の例で言うとシト行伝の17章6節に出てくる、えー、この「役人」っていう言葉でギリシャ語で言うとポリタルケースっていう言葉があるみたいだけどこのポリタルケースっていう言葉は他のどこのローマ文献ローマ系の、えー、文書とか書き物を見ても見つからないのこの言葉はだからこれは何かの間違いだって言われてたんだよねルカも だけどこれも考古学の発掘作業が進むにつれていろんな碑文の中にポリタルケースっていう言葉が続々と見つかったんですよ最近なんと数でいうと35個以上もう発掘されました最近だからこのポリタルケースっていう言葉が確かにその時代にもういっぱい使われてたっていうことがこのまた発掘によってわかりましたでこの碑文は今大英博物館にも飾ってあって見れるみたいなんですよね これを通してもルカが正しかったってまた証明されましたもうポリタルケースって俺最初聞いた時なんかポリタンクのケースかなと思って大丈夫かなと思ったんですけど大丈夫でしたねもう一つ大きいいろんな議論の的となってたことがあるんですよでそれはイエス様が盲目のバルティマイっていう人を癒したシーンがあるんですよでそれはマルコの福音書にも出てくるわけルカの福音書だけじゃなくてでそこの冒頭を見てくると 書いてあることがちょっと矛盾してるんですよね。えぇ、ー、やばい。ルカの福音書にはこう書いてあるんです。イエスがエリコに近づかれた頃。だけど、マルコの福音書を見てみるとこう書いてあるんですよ。イエスがエリコを出られると。うんみたいな。一瞬困惑しますよね。え、どっちみたいな。エリコ出発したのか到着したのか。どっちってなるじゃん。 これもよくずっとアタックされてたんですもうこれは大きな間違いだってもう矛盾してるやんって現代的に見ると確かにそう感じてしまうんですよもう今の時代は街が一つ確立されるともうそこにとどまってるからそうでしょうあっ旭川今日ここだけど明日にちょっと散歩ビロンみたいにならないですよねだけど昔の時代に自分の靴を当てはめて考えてみてください昔は 戦争もいっぱいあったしいろんな帝国が襲ってきた町を滅ぼしてとかっていっぱいありましたよねエリコっていう町はもう4つ以上4か所以上で確認されてるんですよそれはさっき言ったみたいにいろんな帝国が来て滅ぼしてまた再建されてあとはいろんなナチュラルデザスター自然災害があってまた再建されて町って壊れては再建されてまた建てられてっていう時代だったので再建する時にはその時の 利便性を考えて川の近くに建てたり主要な道路の近くに建てたりって変わってくるわけだからこの時言ってるエリコっていうのは一つの古いエリコからまたもう一つのエリコに向かったっていう意味だわけこれもルカは間違ってなかったってことが証明されたんですよねいろいろこのルカは攻撃されてきてたんですよいろんな会議論者の方々から信仰 聖書は嘘だっていう人からいろいろ攻撃されてきたんだけど調べれば調べるほどそして発掘作業が進めば進むほどっやっべールカ合ってた決まずみたいな状況になってしまってるんですよねで最後にこれを聞いてほしいです結論ねあるすごい有名な考古学者がこのルカを調べた上である結論を出したんですよルカってまあ旅もしてたんだけどね 32カ国、そして50都市、9つの島をまたがる彼の記述において、一つの間違いも見出すことはできなかったって、ある有名な考古学者は、ルカについて述べたんですよ。これが本当にルカの歴史家としてのこの誠実さ、正確さを本当に表してるんです。そのルカは何を言ってますか 本当に、イエス様を明かししてて、彼が一番最初に読んだ、このね、ルカの福音書の一番最初に書いたように、綿密に調べて、いろんな証言集めて、もうジャーナリストさんで、ね、それこそ。そして、イエスがキリストだって、イエス様が救い主だってことを明かししたんですよ。事実を持って。これは、俺ら今ただルカにフォーカスしているだけで、 他の弟子たちとか他の人にフォーカスしてません。ルカだけです。もうそれでも正直全然十分なんですけど。はい。今日はね、ルカの正確さをみんなにシェアしていきました。励まされますか聖書に嘘は書いていないです。嘘は書いてないです。嘘に見せられるようなこともよく調べていくと。そして、当時。 当時の状況を考えると全然普通っていうか全然腑に落ちるんですよねやっぱ俺らは現代に生きてて今の常識の中から聖書を読んでしまうからんんあみたいになるけど当時の文化当時の環境状況の中に入れて読んでみるとすごいなるほどってなってくる面もあるんですよねはい でもこれもすごい人間的に聖書を見ているので聖書は本当に心で読むものです。霊的に見る、読むものだからぜひ聖書を読むときは心を開いて読んでください。神様あなたに語ってくれるし、イエス様が確かにあなたの救い主だってことを本当に明かししてくれて分からせてくれるからぜひそれを続けてみてください。ハレルヤーヤ。今日もね、みんなに聖書の正確さを信憑性の高さを アピールししてきましたこれからもねみんな友達と話す時にただの宗教として聖書をみんなに見せないでください説明しないでください確かな歴史書として真理が書かれているものとして確信持ってシェアしてみてください周りの友達たちにハレルヤこれからもちょこちょこ弁明学シリーズ続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします Thank you so much for watching, guys. God bless you, everyone, and I'll see you in the next video. Ciao, ciao.